ゴールキーパーが逃げ川歩美です。ディフェンスが村田光一、住吉ジェラニレーション、そして鈴木義武、大崎光志、中盤の底に平野雄一と木村雄二です。右に松崎海、左に森優斗、奥田光也と安藤瑞希と、前節と11人スタート、変わりがありません。一方のモンテディオ山形です。前節ゴールキーパーの藤島負傷です。今日はベンチにも入っておりません。8試合ぶりビクトルがゴールを守ります。ディフェンスライン右から半田陸、山崎康介、野田博樹、山田拓実です。中盤の底藤田愛美に 南修斗です。右に国分慎太郎、左中原光、山田光太と林正道が前線ということになります。南がここに下がります。ボランチの南、ワンタッチで前にというところ。おっと、ピッチに足を取られてヒヤリとしましたけれども、セカンドボールどちらに出るのか。前を向いたバイタルから打てるのが右足のシュート。もう一度ビクトルの鋭い反応がありました。森の右足でしたが2発、最後は枠の右。激しい当たり、山田とここ安藤に出た。バイタル枠を見る、左足振り抜いて前に出ました。安藤瑞希、まあいいところで受けて振り向いて、で前が少し空いたらやっぱシュート打ってきますよね。それから安藤に一言注意が与えられました。さあスピードがあるぞ、前に出たぞ。中原が逆から行く、山田が打てるのか。一人来た、またいだ、中原右足、まだボールは生きている。国分の折り返し、ナイスキーパーですね。ここはどうする、ハンダリック、ボールは伊藤、木村、正木、さあどうだ、打てるのか。安藤が一人背負って前は向けない、右足、サイドバックの村田光一、よく触りましたね。人と人とがこういい距離感でプレーできると、今みたいに最後はシュートで終わりますし、相手の目線変えながら最後はシュートまでと。その加藤が左でボールを引き出した、まだフレッシュだ。中央に林がいるが、うまく体を入れました。村田光一です。右サイドバック、ショートカウンターから打てるのか、変わったばかりだ。左足は藤田、ボランチの藤田伊吹、左足、一枚加藤大輝が加わったことで攻撃にスピードが生まれました。今のシーン、まあ、出し入れのところから最後は藤田伊吹ね、左足で巻きながらいいコースに来ましたよね。だシュートまでのイメージ、まあ、利き足じゃない左足だったんで、まあ、素直に逆サイドっていうところはイメージ持ってたと思いますし、まあ、ここでうまく潰れたところも良かったですし、丁寧に逆サイド、インサイドで巻きましたね、藤田伊吹ね、まあ、良いゴールでしたね。平野に1枚イエローカードが出ました。山形がこう、ここはどうだ、もう一度行く、加藤から軌道に向けてのボール、低いボール、打開しに行く、松崎へぐっていく、クロス、ビクトル、コースを変えた。枚数が揃っていましたのでキーパービクトル、価値あるワンタッチでした。作り直し、もう山形の方はもう無理して前から行かないんでね、少しライン落としてますけど、崩せるのか、相手は密集している。村田のクロス、ビクトル、だからあまりこうずるずる下がりたくはないですよね。だ今みたいにシンプルにボックスの中にボールが入ってくると何が起きるかわからないので、山根とはボールは平塚から藤尾を狙う、三国もいるが、さらうのは松崎か、ここで大崎、新里、縦、村田も行くがどうする、打てるのか、右足のシュートは正面でした。最後は奥田光也、いや惜しかったですね、はい。始まったのはやっぱり長いボールのところからですよ。でそこから前向きの選手たちがうまくコンビネーションで関わってボックスの中入ってシュートまでですから、アディショナルタイム目安ですが、その間に
イエローカードも出たりしましたから、あとどれぐらいプレーの時間が残っているか。ホームモンティリオ山形、監督交代から今夜も勝つということになるのか。ここで長いホイッスルです。ピータークラモフスキー体制になって、これで5勝1分け負けなし、6試合で勝ち点16を取りました。